摂津市立取替小学校は大阪府摂津市にある公立小学校。明治時代初期に設置された小学校を起源とし、現在の摂津市の地域では最も歴史の古い小学校となっている。明治時代初期には複数の学校へ分離したが、その後1882年に統合し、島下合理公立取替小学校となった。 町村制による島下群取替村の発足により、取替小学校は取替村を航区とした。明治時代には地域が淀川決壊による洪水に複数回見舞われたことや、1891年の農美地震による校舎被災など自然災害によって長期休校や仮校舎での授業実施などの措置が取られたこともあった。当初は尋常かのみの設置であったが、 1908年に高等化を併設している。1922年には現在地に移転している。1934年9月21日の室戸台風では校舎が全壊し、児童一人が死亡する被害を受けた。1941年には国民学校令により、三島郡鳥海国民学校に改変された後、1947年には学生改革により、 鳥海村立小学校となった。また1947年以降学校敷地内に鳥海村立中学校を併設したが、鳥海村立中学校は後に独立校舎に移転した。1956年には鳥海村などの町村合併により、三島郡三島町が発足したことに伴い、三島町立鳥海小学校へと改称している。 三島町の発足後、従来の校区の一部を、旧アジセ村の三島町立アジセ小学校の校区へと変更している。1970年代以降は、地域の宅地化により、児童数が増加したため、従来の校区を分離して、鳥海西、鳥海北、鳥海東の三小学校が、相次いで開校している。ありがとうございます。